日々の指針、28日の指針。人間はなぜにこうも毎日が不自由なのであろうか。それは他人や自分自身が作り出した何千という取るに足りないうんざりするような法則に必要もないのに従っているからなのだ。もし自分の力でくだらない人間が作り出した法則の半分からでも自己を解放することができれば、なんと楽になることであろうか。だが、その法則から自由になるためには、真の勇気を必要とする。また、それよりも、それらの法則から抜け出ることができればできるほど、神にもっともっと近づくことができるのである。なぜならば、神の絶対なる法則は一つだからである。